ニューヨークタイムズカンパニーはニューヨークタイムズ紙などを発行するアメリカ合衆国のマスメディア企業である。1997年からアーサー・オックス・サルツバーガー・ジュニアが会長を務めている。本社はニューヨーク・シマンハッタンにある。ニューヨークタイムズ・ビルディング・ヘンリー・ジャービス・レーモンドとジョージ・ジョーンズによってニューヨークで設立された。総刊号は百五十一年九月十八日に 発行された。総刊号には、We Publish Today the First Issue of the New York Daily Times and We Intendo t Issue It Every Morning For an Indefinite Number of Years to Come 発行する予定である。と書かれている。1994年11月には、劇場映画の試写会と地元の映画の時間を放送するポップコーンチャンネルの40%の株式を買収し、 ケーブルチャンネル業界に進出した。2003年1月1日、ワシントンポスト社が持っていたインターナショナルヘラルドトリビューンの持ち分を6500万ドルで買収し、完全に参加とした。2005年3月18日、消費者向け情報のコンテンツプロバイダである about.com を4億1000万ドルで買収した。2005年、同社は34億ドルの収益を出資者に、 報告した。2006年8月25日、映画やテレビ業界のオンラインデータベースと調査サービスを提供するベースラインストディオシステムズを3500万ドルで買収した。2006年9月12日、ネットワーク系列のテレビ局9局とその関連ウェブサイトデジタルオペレーティングセンターで構成されるブロードキャストメディアグループを売却することを決定したと発表した。 2007年1月4日付のニューヨークタイムズ紙は同社が地元テレビ局9局すべてをプライベートエクイティ会社であるオークヒルキャピタルパートナーズに売却することで合意に達し、オークヒル社は持ち株会社であるローカル TVLLC を設立したと報じた。2007年5月7日、放送メディアグループの売却額が約5億7500万ドルで、 最終決定したと発表された。2007年5月7日、同社の Web 情報サービス、about.com が消費者製品のレビューをまとめた、Web サイト Consumersearch.com を現金3300万ドルで買収すると発表した。2007年、本社を西43丁目229番地から8番街620番地に新築した。 ニューヨークタイムズビルディングに移転した。ここは40丁目と41丁目の間で、タイムズスクエアの西側、ポートオーソリティバスターミナルの向かい側にある。2009年7月14日、65年間運営していた、ラジオ局 WQXR を非営利ラジオ局 WNYC に4500万ドルで売却する、ことを発表した。 周波数が 963MHz から 105.9MHz に変更され、2009年10月8日から、非商業放送として運営を開始した。2011年12月、地域メディアグループを、デートナビーチニュースジャーナル紙を発行する、ハリファックスメディアグループに1億4300万ドルで売却した。ボストングローブ紙とウースターのテレグラムガゼット紙は、 この売却には含まれていなかった。2011年には主要な出版物であるニューヨークタイムズの紙媒体での広告収入の減少に伴い同社のウェブサイトにペイウォールを導入した。2012年時点では数十万人の有料購読者を獲得し年間収入は約1億ドルに達している。2013年ボストングローブ紙などのニューイングランドにおけるメディア資産を ボストンレッドソックスの主要オーナーであるジョン・ヘンリーに売却した。同社によると、この動きはコアブランドにより集中するために行われたという。同社は1944年に AM ラジオ局 WQXR を買収した。その姉妹 FM 局である WQXQ は WQXRFM になった。ニューヨークタイムズのラジオ局というブランドを掲げ、 ニューヨークタイムズのニュースとともに、クラシック音楽を AM と FM の両方の周波数で同時放送していた。1992年12月、ホヌのビッグバンドとポップスのスタンダード音楽の番組が WQXR に移管され、コールサインを WQXR とホヌを組み合わせた、プリングウィズ・キュイプリングウィズに変更した。1999年までに、 ニューヨークタイムズ社は、プリング・ウィズ・キュイップリング・ウィズをラジオディズニーのために、ABC ラジオに貸し出していた。2007年、プリング・ウィズ・キュイップリング・ウィズは、最終的に、ウォルト・ディズニー・カンパニーに買収され、2014年後半には、ファミリーラジオに売却され、ホフムとなった。2009年7月14日、気象用の公共ラジオ局として、運営を開始した。 WNYC ラジオグループに WQXRFM を同年10月8日をもって売却し、放送周波数を 96.3MHz から 105.9MHz に変更することが発表された。同社は、その名を冠した新聞、ニューヨークタイムズのほか、ニューヨークタイムズ国裁判や NYTIMES.com をはじめとする関連デジタルプロパティー。 ブランド関連の様々な知的財産を所有している。1967年、ニューヨーク証券取引所にニートのティッカーシンボルで上場した。公開株の A クラスと非公開の B クラスの2種類の株式を発行し、後者は1896年にニューヨークタイムズ誌を購入したアドルフ・オックスの子孫が90%近くを保有している。 2009年1月20日付のニューヨークタイムズ紙はニューヨークタイムズカンパニーがメキシコの億万長者カルロススリムから事業資金を支援するために2億5000万ドルの融資を受けることで合意したと報じた。ニューヨークタイムズカンパニーはその後それを前倒しで返済した。それ以来スリムは同社のクラス A 株式を大量に購入している。 クラス A 株式は誰でも購入することができるが、非公開であるクラス B 株式よりも会社に対する支配力が低い。スリムは2011年にクラス A 株式を大量に購入して、その8.1%を取得し、2015年にもストックオプションを行使して、クラス A 株式を1590万株購入し、筆頭株主となった。 同社が提出した年次報告書によると、2016年3月7日現在、スリムは同社のクラス A 株式の17.4%を保有している。スリムは同社の筆頭株主ではあるが、クラス A 株式しか保有していないため、同社の取締役の3分の1であるクラス A の取締役しか選出することしかできない。2020年10月現在の取締役は、 以下の通りである。同社は様々な分野の個人や組織の業績を表彰するための各種の賞を創設、または講演している。2007年、経営手法が優れた非営利組織を表彰する初の賞を創設した。この賞はニューヨーク市ロングアイランドウェストチェスター軍の非営利組織を対象とするものである。ニューヨークタイムズカンパニーは、 ニューヨークカーネギー財団、アメリカ図書館協会と共同で図書館員の地域社会への奉仕を表彰する I Love My Librarian 賞を主催している。2009年5月にはニューヨークでプロデビューしたばかりのアメリカ人劇作家を表彰するニューヨークタイムズアウトスタンディングプレイライト賞を創設した。ありがとうございます。